はい、おはようございます。3月の22日の金曜日に、国会の事情が許せば第85回、選抜高等学校野球大会の開会式、および始球式に出席をしたいというふうに、考えております。今回の大会では、今回限りの特別枠として東北枠絆が設けられるなど、昨年に引き続き被災地に夢や希望を与え復興に大きく貢献する大会となっております。また安倍内閣の教育再生実行会議においていじめ対策や部活動における体罰根絶が提言されている中で、文部科学大臣として率先していじめの防止や暴力体罰の根絶を宣言する絶好の機会であると考えておりまして、私はこの開会式に出席をして直接高校生やその関係者の方々にメッセージを発したいというふうに考えております。また3月の16日先週土曜日でございますが、長崎県を訪問をいたしました。車座ふるさとトークにおいては、五島市でいじめ体罰をテーマに地域の教育関係の方々、それから教育者ですね、保護者19人と車座で対話を行いました。五島市は離島地域で地元の方も穏やかに暮らされておりますけれども、それでもいじめは起きているということでもございます。そうした中で関係者の方々の成功事例として早期発見早期解決に努力をし、いじめが根絶をしているという学校があるという事例が報告されました。今回伺った現場の生の声を取り入れて、今後のいじめ体罰の問題に関する政策に生かしてまいりたいと思います。また五島市の鳴門では、長崎県立鳴門高校で生徒と懇談をいたしました。全校生徒55名の小規模な高等学校でありますけれども、離島で学ぶ生徒の学校生活の様子や思いを聞くことができ、土曜日の午後にもかかわらず学校がない時でもありますが、全員が来てもらいまして、1、2年生でこの可否の前で学校の愛称歌である荒井由美さん、増戸谷由美さんの作詞作曲の瞳を閉じてを合唱し、歓迎をしてくれたことが大変印象的でございました。増戸谷由美さんがこの学校のためにこの瞳を閉じてという曲をですね、作詞作曲をしてくれたという曲であります。また文化財視察でありますけれども、大浦天主堂や旧五輪教会堂、江上天主堂などを視察いたしました。これらの教会はいずれも高い芸術性を持ち、また旧五輪教会堂などは離島において地元の方の信仰心によって守られてきたことに大変感銘を受けました。長崎の教会群とキリスト教関連遺産の一つとして、これから暫定リストに載っているということもございますので、合わせて視察に行ったところでございます。私の方から以上です。ありがとうございました。幹事社から質問させていただきます。大阪のですね、大阪産業大学の方で、平成21年度の入試でですね、そもそもその入学する意思がない複数の生徒に依頼をしてですね、受験をさせていたという問題が、明らかになっていますけれども、まず文部科学省として、この事態どのように把握されているかということとですね、今後の対応についてお聞かせください。はい、今回の報道の件については、本年1月中旬に、当該学校関係者などから文部科学省に対し情報提供がございました。文科省としてはこれを踏まえ、大阪産業大学に事実確認を求めているところであり、今後その報告内容に応じて適切に対応してまいりたいと思います。
まあ、そのようなことが事実だとしたら、これは教育関係としてもあるまじきことでもあるというふうに思いますし、今後大学側からそれ以上の報告はまだ来ておりませんので、まず事実確認をしてから対応等を考える必要があると思います。先生、もう一問だけ、昨日ですね、中教審の部会の方で、今後5年間の大学入試基本計画の方針案が示されました。案の中ではその日本の教育支出についてですね、 OECD 並みを目指すというような表現になっています。この大臣もかねてからその教育費は増やさなければというお話でしたけれども、まあ、来月にも答申という形になるかと思いますが、どのようなまあ、内容というかですね、ものを期待されるかということをお聞かせいただけますでしょうか。はい、安倍内閣の最重要課題が経済再生と教育再生です。でその教育再生については、現実の中で対処し改革をしていかなければならない部分もありますが、まあ、より教育における充実を図っていくためには財源が必要でありまして、その財源の公的支援としては OECD 並みの公的支援をするということが一つの目安になるというふうに思います。この中教審の計画部会の中でもご議論があったようですが、具体的に金額ありき、あるいは目標ありきということだけでなくですね、それを10兆円とか 2% とかクリアしていくための教育改革を何をしていくのかと、まあ、いうことをきちっと決めてですね、そのために結果的にそれだけの財源が必要なんだと、まあ、いうことを明確に示さなければなかなか財務省だけでなく国民の理解が得られないというふうに思いますし、これは文部科学省だけでなく今回の安倍内閣の教育再生の中の位置づけとして、これは文部科学省もしっかりと中教審の計画部会とも協力をしながら、そのようなものを明確にするように努力をして私自身していきたいと思います。ありがとうございました。幹事社から以上です。各社さんお願いいたします。はい、読売新聞の中です。先ほど冒頭選抜の開会式で、いじめや体罰の根絶に向けて文部科学大臣として、メッセージを発するというふうにおっしゃいましたが、はい、形式などどのようなやり方で、されるのか、今のお考えを聞かせていただけますでしょうか。なかなか特別のですね、工夫は難しいということですので、文部科学大臣としての祝辞という場がありますので、その祝辞の中でですね、そのようなことをより具体的に鮮明にですね、分かる形で発したいと思っています。すみません、大臣から、あと1問、共同通信の黒田と言います。はい、学校週6日制の検討状況についてお伺いしたいんですけども、まあ、一部報道にもありましたが、昨日省内の会議が開かれて、まあ、来年度にも導入できる環境を整えるという内容で出てますけれども、その検討状況やお考えをお聞かせください。これ吉江政務官の下で省内で、同様授業の在り方検討 PT を立ち上げてもらいました。まあ、昨日の報告は私もまだ伺っておりません。一部報道によって知ったところでありますが、まあ、すでにですね、同様活用している自治体もたくさんあります。まあ、そういうところの成功事例といいますか、充実したメニューを持っているところについて文部科学省としても情報を収集して、そしてより望ましいものについては全国の教育委員会に、情報提供すると、まあ、いうことで、まあ、やろうと思ったら、まあ、今年4月からでもできることでもあると思いますし、まあ、できるだけ早く各自治体で対応できるような情報提供と、またそれを促進するために文部科学省として、何をすべきかと、まあ、いうことをこの PT の中で議論していただきたいと思っております。すみません、関連でまあ、省令で基本的には土曜日が休業ということに今はなっていると思うんですが、その改正のスケジュールについてお考えありますか。まあ、それはまだ昨日1回目の PT が始まったばかりですので、まあ、今後 PT の中のですね、議論を踏まえて最終的に判断したいと思います。かしこまりましたでしょうか。はい、すみません。
はい、ありがとうございました。